8月16日午前の取引が終了しました。日経平均株価は小幅に上昇して午前の取引を終えております。前日経値は昨日と比べて29円97銭高の 22,234 円19銭となりました。最もトピックス東証株価指数は 7.12 ポイント安、こちらは下落です。 JPX 日経400も 41.91 ポイント安と、こちらも下げて終わっております。算出では日経平均のみが小幅に上昇したという前場でした。東証一部値上がり銘柄数は全体の約 20%、 424銘柄にとどまりました。これに対して値下がりが約 77%、 1612銘柄を数えまして、全体の4分の3以上の銘柄が値下がりしているという構成です。トピックス規模別株価指数もいずれも下落、大型株指数がマイナス2ポイント、非常に小幅な下げにとどまっておりますが、中型株指数は11ポイント、小型株指数40ポイントと、やや大きくなっています。新興市場も含めまして、小型株に下げるものが目立ちました。この結果、東証一部全体で見ても4分の3以上が値下がりという構成にもなっているわけです。商いは最近としては多くなっております。前引け段階東証一部売買高は8億5800万株余り、売買代金1兆3504億円、1兆3500億ということですから、単純計算しますと1日通してこのままいきますと2兆7000億円ぐらい、2兆円台後半の売買代金で終わりそうな前場のペースということになります。最近は1日としてあと2兆円という日も続いておりましたので、そこから見ますとやや増えたということになります。今日は日経平均株価かなり大きな値動きとなりました。朝方は昨日の海外株安、アメリカ株安などを受けまして売り先行で始まり、朝方の比較的早い段階で330円以上日経平均株価下げる場面もありました。ただ10時過ぎになりまして、一部外電で中国の商務次官が貿易交渉のためにアメリカを訪れると、訪米するといった報道がありまして、これを受けて米中の貿易摩擦激化への警戒感が後退、日経平均先物に買い戻し、押し目買いの動きが広がりまして、急速に下げ幅縮小、結局前引けはプラスということで日経平均は取引を終えております。最もあくまで日経平均先物に振られたといいますか、先物主導の動きという色合いが濃く、個別銘柄では下げる銘柄が多かったというのが前場の動き、トピックスはこの結果7ポイントほどの下落で終わっております。5番の動きがどうなるかというところが注目されます。個別銘柄、日経平均が下げ幅縮めて結局プラスだったということで、指数寄与度の大きいファーストリテイリングなどが結局前場はプラスということで引けておりますし、日経平均の影響の大きい銘柄には下げしぶりの動きも見られました。こういった中で個別銘柄で買われた銘柄といたしましては、日本通信9424があります。仮想移動帯通信業者でありますが、こちらは中古モバイル機器、中古携帯の中古スマホの回線自由化が進むといった期待感から大きく買われたという動きであります。逆に下げた銘柄といたしましては中国関連、今日は中国株足元はプラス圏で推移しているという動きも見られておりますが、やはり引き続き米中摩擦への警戒感が根強いということもありますし、昨日発表されました7月の訪日客の伸び率が鈍化したということも言い訳されまして、中国関連などに下げる銘柄が目立ちました。資生堂4911、前引けは 3% を超す下落ということで売り注文が目立っております。以上、全引けの模様、東証アローズからお伝えしました。